閻魔トラベルへようこそということでね、大山積神社からお送りしてます。残念ちんながらこの真後ろのとこには行けずで、ふむっと思って、ちなみに4時にはゲートが閉まっちゃうらしいんで、今回は呼ばれてなかったなと思いながら、まあね、大山積神社こちらの方はバッチリお参りできたし、しかも2日間来れたしということでね、帰りながら今回の話をちょいちょいっとしたいと思います。ちなみにこの今の、まあ、僕の後ろのね本殿の真裏のところが僕はすごい好きで、でも4時で閉まっちゃって行けなかったっていう2日とも、まあね、逆にね時間聞いたんで、もう今後はもうちょい早く来るとか、まあまあ何かしら対応策を練りたいなとは思うんですけど、呼ばれてないっていうのは、まあ、ちなみに祀られてる御祭神がこの葉咲夜姫っていう大山積の御事、まあ、大山積の狼の娘で、ニニーの御事っていうアマテラス大神の孫にあたるのかな、天孫だからにと結婚した人、ふむっと思って、いやーねー、まさか2日連チャンで裏行けないと思わなくて、チーンみたいな、まあクスデを見て、この大クスデを見て癒されますよ。まあ呼ばれるってことがあるってことは、呼ばれてないってこともあるわけで、呼ばれてないっていうのをなんかね、今回初めて気づいた、気づいたというか、傷ついたというか、傷ついてはないけど、全然なんでしょうね、ほんとでね、確かここの御祭神のご利益みたいなのを神社ノートっていう本で羽賀さんって人がなんか書いてたんで読んだら、確かに僕が今欲してるものだったんで、確かになと思って、でこの咲夜姫のを見た時に別に欲してはないなって気づいたところで、まあめっちゃ噛んだっていうことに気づいて、なのでね、まあうまくできてますよね、そういうところで言うと。ここは誰が、まあ、いっか、メインは行けたし、昨日よりも全然時間あってゆっくりできたしみたいな、っていうところでね、まあ、今話した話に関しても、まあ、ご利益に関しては、まあ、神社ノートっていう本を読んでいただければ、大山積のここのご利益っていうのは書いてあるんで、ちなみにそれは置いといて、そうなんですよね、呼ばれてるってことがあれば呼ばれてないってこともあるわけで、呼ばれてないってことを初めて感じたかもしれない、今回行きたくても行けないみたいな、結構ね行きたくて行けないなんてことほぼないんですけどね、なんかあったかなみたいなと思いつつ、まあね、おかげさまでこういう風に2日間大山積神社に来れましたんで、でね、今回願掛けでしてきたので、次回来るときは願掛けしたのを達成できたら、ぜひお礼参りに行きたいなと思いつつ、あんまりね願掛けしないんですけどね、普段はちょっと今回はねガチで、いやーにしてもね、まあ昨日のここと今日のここで雰囲気はでも違うんで、まあ、その辺を感じていただけたらなと。そしてね、僕がお気に入りのスポットを紹介しますって言いながら全く紹介できなかったっていう残念ちん、まあしょうがないです。いやーでもやっぱ立派よね、ほんと島並海道っていうところにありまして、ちょうど
四国と本州の中間ぐらいになるのかな、ここの島が。しまなみカード何か島あるんですよ、中で多分中間地点ぐらいになるんじゃないかなみたいなって思いながら。立派だよね本当。あ、入りからの動画は また別途撮ってるんで、興味があればぜひチャンネル登録して見てみてください。あ、僕ここの狛犬好きなんだよね、なんかギョッって感じで左と右かわいい、そしてすごく立派、手入れも行き届いててね、ほんとここはついつい来たくなる。いやー、ちょっとお礼参り来れるように頑張らんとと思いつつ、よしよし、おっ、お、太陽もいい感じに暮れかけてますね。こっちはちょっと凛々しいんだよね、この2匹。真ん中のはニョってなってない。いやー、よく一日でした。ということでね、ごめんなさい、長々と話しちゃいましたが、そんな感じでいろいろといろんなところに行ってますんで、ぜひ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 とも、チャンネル登録していただいて、いろいろ見ていただけたらなっていうのと、ぜひとも応援クリック、グッドクリックの方もよろしくお願いいたします。またね、コメントの方もお待ちしてますんで、よろしくお願いします。ということでね、ではまた。